皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回はビーム NG で、こちらのパトカーだ。世界各国のね、パトカーを集めてみました。そして、このパトカーで、一番下まで降りれた人が優勝です。果たして誰が生き残ることができるんでしょうか。今回のコースはこちらになります。めちゃくちゃ難しそうだぞ。見てくれ、大量の障害物が設置されております。まず最初の障害物はこちらでーす。なんかこれ水没しちゃって壊れないのか心配だけどね。そしてこの障害物をなんとか乗り越えたとしても、さらにねすごい障害物が下の方で待ち構えております。この下り坂をずっと下っていくと、なんだとこれは水の壁だ。すげえ、これはかなり分厚いぞ。こんなところに車が突っ込んだら絶対ぶっ壊れるよね。水の壁がなんと1、2、3、4。すげえ、めちゃくちゃ待ち構えてる。果たして下までたどり着ける車はいるんでしょうか。それでは皆さんスタート、行くぜー。うおー、すごい水しぶき。そして車はね全部同じ性能なのでね、そこのところは大丈夫なんだけど、いいぞー、今のところそんな壊れてないぞ。よっと、水の壁越えたら、うそ壊れた。行くぜー。うわー、フロントガラスがめっちゃいびってる。それでも現在3位だぞ。アメリカ警察を僕が抜かします。そして1位に日本警察がいるね。行くぜー、日本パトカー VS 日本パトカー。うおー、やったー、僕の日本パトカーが速いぞ。よし、いける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 、これは1位だぞ今のところ。やったぞ下のゴールまでめちゃくちゃ長いぞ。そしてさらに水の壁、かなりダメージ食らった。それでもまだ生きてます、全然大丈夫。うおー、なんてことだ、これが車内か。この先はどうなってるんだ。もう障害物はなさそうだね。あとは最後のジャンプ台を無事にジャンプしたらオッケー。すげーぞ、ここはオフロードになってる、まずいやば、めちゃくちゃ回転してる、最後の最後でなんてことだだけどここら辺にゴール、やったー、ゴールできたぞ、1位でゴールだ。うぅ、すげーぶっ壊れた。何やってんのこの人、反対向きに向かってるんだけど、どうしたんだ君。僕はお家に帰るもん。うおー、この人もゴールしました。アメリカ警察もここで止まってます。おお、日本パトカー第2弾来ましたね。あ、さらに後ろから来たぞ誰か。アメリカパトカーだ。そしてゴール、そしてこれが僕の車ですめちゃくちゃ壊れすぎなんだけど。お次はなんと消防車です。全員はしご車になりました。これはすごい大迫力だ。みんな同じ性能でみんな同じはしご車だからね、誰が最後まで生き残ることができるのか、これは面白そうだ。スタート、行くぜー。みんな同じ動作してるうわー、部品取れた、大丈夫か、まだいけるぞ。おー、待ってくれー、再会話だけは嫌だ。うわー、部品めっちゃ取れた何の部品だこれ。そして第2弾、すごい、え、なんか止まってるんだけど、どうしたんだ僕の車、急に止まり始めたぞ。エンジンぶっ壊れたのか。うわー、なんてことだ、結構壊れてるね。いけー、後ろからぶつけられてるけど、お、止まってる、エンジン壊れた車いるんだ。さあもう一丁うわー、止まってしまった、待って待って待って、なんでこれ止まってんの。あ、みんな一斉に止まった。これ分かった、もしかして安全装置みたいなのがついてんのかな、衝撃を食らうと緊急停止みたいになっちゃう安全装置みたいなそのせいで止まってたんじゃない。普通に動くぞ、まだエンジンは壊れてないからね、全然大丈夫だ。そして僕は2位です、なんとしても1位になりたいんだ。ドーン、うわー、緊急ブレーキかかっちゃった、これが結構きつい。お、後ろから押してくれるのか、押してくれ、もっともっと押してくれ行くぜー、加速ー、早く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 、これは1位でゴールしたいんだめちゃくちゃボロボロになっちゃってるよすげえへこんでるんだけど運転席。それでもまだ消防車として機能してるぞ。さあ見えてきたぞ、このまま行けば僕が1位でゴールできるはずだ。3、2、1でジャーンプ、うーおー、ひっくり返った、体勢立て直して、いっ
けー。うわー、ちょっと待って、負けちゃう。最後の最後で負けてたまるか。よし、よかった。なんとかギリギリ1位でゴールできたぞ。あぶねー、めっちゃ壊れたわ。そしてこちらが2位です。タイヤなくなってるし。そしてこの人全然進んでないんだけど。うわー、みんなここら辺で止まっちゃってるね。お次はこちらのレゴの車でやってみたいと思います。ビーム NG に登場するレゴ車はね、めちゃくちゃね壊れやすいので、果たして最後までちゃんと生き残ることができるのか、それすら怪しいんだけど、みんな粉々になる準備はできたか。それではスタートだ、行くぜー。うおー、めっちゃ綺麗に並んでるね。そして最初の水たまり、うわー、みんな同じように壊れていく。すげえ。おー、ちょっと待て、君なんか早いな。どういうことだ、行くぜー。うおー、すげえ、水の壁突破したぞ。なんともないダメージ、全然食らわないんだね。うわ、他の車だったら普通にねぶっ壊れたりするんだけど、全然大丈夫だ。ほら見てくれ。水の壁すげえ。そしてこれが運転席支点だ。うおーっとー。すげえ頑丈だぞ。そして今のところ僕が1位。これレゴの車は最高速262キロ、これ以上出ないんだね。現在アクセル全開なんだけど全く出ないぞ。すげえ、余裕で1位なんだけど。マジか、やったぜー。あとはちょっとミスらなければ全然いけます。よーし、やったー。全員同じ性能なんだけどね。うおー、うわー、めっちゃ壊れた。うおー、壊れすぎなんですけど。マジか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 、めっちゃ部品が散らばる、なんてことだ。うおー、すげー大量の部品落ちてきてるんだけど。めっちゃ面白いこれ。粉々になったねみんな、すげーおもろいぞ今の。おお、この人まだめちゃくちゃ綺麗な状態だぞ、全然壊れてない。いっけー、粉々になるんだ今から。最後の最後で全員粉々になるからね。ここ無傷で生き残れる人はいないよね、レゴ車で。ちょっともう一回レゴ車でやってみたいと思います。真ん中から行くぞ。うおー、最高の水しぶき、うわー取れる。さあみんながね壊れていく様をね後ろからじっくりと観察したいと思います。このね水の壁は全くノーダメージだからね、それが不思議だよね。他の車だったらめっちゃダメージ食らうのに。あーあー、僕の屋根が取れてきた。まずい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 、事故りそう事故りそう事故りそう。嘘だろ、やめてくれ、事故るってば。嘘だろ、待って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 、ああ壊れる壊れる、嘘だろー。そんなー、他の人たちはどうなってるんでしょうか。んー、全然壊れてないね。これだぞ1位は、いくぜー。めっちゃ綺麗な状態だぞ、ほぼノーダメージなんだけど。来た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 、さあこの先だぞー、ダーイブ。うおー、スローモーションでぶっ壊れる。めっちゃ散らばっていくね。うーやっほーい、やっほーい、すげー。大量の部品が落ちてる、イエーイ。ビーチがゴミだらけ、やったー。見てくれ、どんだけ大量に部品が飛んでるんだ、すごいぞ。片付けするの大変そうだね、頑張ってくれよ、僕は知らないぞ。次はこちらです。ただのバスじゃないよ、これはなんとじゃじゃーん、ロケットエンジンついてます。ニトロ噴射だぞ。すげーぞ。ということで全員ニトロ噴射ついてるので、さあみんな準備はできたかい。一番下まで行ける人、それではスタート。あれみんな遅いね、どうしたの。なんか僕がすぐに勝ってしまいそうな気がする、ちょっとゆっくり行ってみようか。さあみんなどうしたんだ、ニトロ使ってもいいんだぞ、なぜかみんなロケット噴射使わないんだけど。めっちゃ綺麗に降りてるね、すごいぞ、ほとんど誤差なく綺麗に並んで降りてくれてる。うわー、かなりダメージ食らったぞ、すげえ衝撃だね。みんながゆっくり行くなら僕はもうスピード出しちゃうよ、行くよー、ロケット噴射ー。おー、やべえ、早い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 、
このスピードで当たったらやっぱり壊れるよね。めちゃくちゃ壊れてる。やーべー、ゴールまで持つんでしょうか。うわー、すんげーダメージ食らってる。え、もう無理？あ、エンジン動かなくなっちゃった、もしかして。なんてことだ、壊れたぞ。他の人たちはなんとか耐えてるね。だからみんなロケット噴射使わなかったんだね。そういうことか、君たち賢いね。うわー、ぶつかってるぞ。めちゃくちゃ壊れた。これはもう無理だぞ。さあ、そしてこの人もなんかぶつけられてるね。さあ、どうなるんでしょうか。この人2位だね。すげー頑張ってる。大丈夫？この人が1位なのかな、もしかして。そうみたいだね、この人が1位だ。だけどもうタイヤが壊れてるっぽいね。この1位の人は抜かされちゃうんじゃない？あー、抜かされまーす。抜かされたー。そして運転席視点がもう見えない。あー、止まっちゃったぞ。おー、こちらの車もエンジンが壊れたんでしょうか。止まってるぞ。もう動かない。全員リタイアだね。そしてお次はこちらです。パトカー大集合第2弾。すげえ、全員日本パトカーだぞ。かっこいい。それでは下までみんなで降りていこう。ちょっと見やすいように僕は真ん中からね、始めることにしよう。それではスタート。置いていかれてる。待ってくれ、ちょっと行くぜ、加速。うおー、かっこいい。後ろから眺めるの最高。そして突撃。うお、マジか。え、ちょっと待って、パートランプが僕のパトランプが取れてちゃった。マジかよ、これだったらもうパトカーじゃないよ。嘘でしょ、覆面パトカーになっちゃった。あは、取れてる人たちもいるんだ。待ってくれ、ほとんど最下位になってるんですけど。みんな早いね。うおー、みんな飛んでいった、パトランプ。見えたぞ今。待って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 、現在枠アクセル全開だよ。すっげースピード出してるはずなんですけど。うわー、回転してる、飛んでいったー、パトランプ。そしてジャーンプ。そしてここでさらにドーン。めちゃくちゃ壊れてきてる。それでもまだ動いてる。これなんか安全装置とかかからないんだね、ぶつかっても。それはいいね。お、抜かせそうだぞ。なんか全員サイレンの音が聞こえなくなってる。壊れちゃったみたいだね。よーし、やったー。サインに食い込めるんじゃない？やったー、3位だぞ今。よーし、このまま2位まで行きたい。2位まで行けるんでしょうか。おーし、2位だぞ。え、もしかして1位なんじゃないこれ。やったー、1位ー。すげー、最後の最後で抜かした。めちゃくちゃかっこいい。やったー。うわー、みんな突っ込んでるね。海の中にダイブ。最後は救急車大集合だ。すげー、大量のアメリカ救急車が集合しております。これでみんなで突撃するぞ。この救急車の中にはちゃんとね、ストレッチャーとかも入ってます。救急車の中身はこうなってます。ちゃんとストレッチャーとかも飛ばずに残ってくれるんでしょうか。それではスタート、行くぜ。まずは最初の水。ここは余裕。さすがにこれで壊れる人はいないもんね。みんな同じとこ取れてるよ。さあ、そして僕結構早いぞ今回。すごいすごいすごい早い。うわー、え、水の壁でかなり壊れた。ああ、僕のストレッチャー一応残ってるけど飛んでいったー。嘘だろー。めちゃくちゃダメージ食らってるんだけど。もうなんかこれ天井取れそうなんだけど。なんてことだ、さらにぶつかったら壊れるぞこれ。うわー、外れた人いた。これ完全に外れた方がいいんじゃない、逆に。いくぜー、これが空気抵抗で邪魔になるからさ、壊れた方がいいぞこれ。よーし、いいぞ。めちゃくちゃ壊れた。外れてくれ、部品がついてたら。これはこれで邪魔なんでね。うわー、飛んできた、恐ろしい。ちゃんと部品には当たり判定あるので、ぶつかったら多分壊れるんだよね、こっちの車が。なので気をつけないといけない。やったぞ、これで車が軽くなったぞ。さあ、そしてさらにもう一回ぶつからないといけないぞ。
いっけー、うわー、マジかよ、運転席まで取れちゃったよ。まあでもね、エンジンさえ残っておけばまだ動くんだよね。おお、僕意外といいところにいるぞ。現在3位か2位だと思ったら3位だった。1人も完全にエンジンだけの状態になってる人がいるんだけどそれが一番いいよね。めちゃくちゃずるいめっちゃ速いぞそれ、絶対優勝するやつ。うわー、待って、めちゃくちゃボロボロの救急車だこんなの見たことがない。イエーイ、あ、エンジンだけの人2位だったのかな。ということで1位はこちらのボロボロ救急車、僕は3位かな。さあそして4位の人はこちらです。かなりボロボロだ、いけるでしょう。でもそれでもイエーイ4位。この人めっちゃ綺麗に壊れたね、すごいわ。この人は確か2位だったよね。めちゃくちゃぶっ壊れてます。うわ、これは悲惨だ。ということでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。